ルトが滅びねえかな。おはよう。おはようひまわり。てらぼけが。昨日はありがとね。僕土曜日にコスモス会長から同じことを頼まれたんだ。コスモスさんやっぱりそうだったんだ。気づいてたのかよ。で僕は二人ともに協力するから。私の味方じゃないの。止まれベーチ。二人の味方。分かったよ。ありがとう。ジョーロー。こいつこれで俺が好きじゃないんだぜ。頭おかしくね。ただの幼馴染だし。そっか。ヤッホー。私も自然な感じで会話に混ざるよ。不自然に混ざってるよ。あ、ごめん、私生徒会のご用事あるから二人でお話ししてて。それ俺のセリフ。僕は生徒会の用事があったんだ。ジョーロ、今は私の作戦の時間だよ。生徒会は後なの。お願いシャラップ。とにかく僕は行くから二人で話しててよ。おお、そっか、分かったぜ。いや、待たせたね。すみません、急に呼び出してしまって。いや、気にしないでくれ、ジョーロ君。それで話というのは。実は、ひまわりにもコスモス会長と同じことを頼まれました。ひまわりさん。やはり。はい、こっちも気づいてたと。それで僕は、二人ともに協力するつもりです。え？君は私の味方に。二人の味方です。分かったよ。いちいち好きでもない男の手を握るとか意味不明なんで。やあ、大賀君、わざわざ来てもらってすまないね。大丈夫。まず野球部の予算の件を口実に友達になってと頼む作戦だが。私と友達になってほしい。口実済ませて。君たち先走りすぎ。生徒会長として下級生にも目を向けた方がいいですし、サンちゃんと友達になるのはいい案だと思います。ジョーロ君、とっさに作戦を変更するなんて君は策士だな。プレイズ黙れ。ありがとう、ジョーロ君。ああ、説明。